INI11DAYS VOICE。 皆さんこんにちは、ログイントゥーアス INI の高塚ひろむです。INI はオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2から誕生したグループです。 INI で僕高塚ひろむは、そうですね、結構気分屋さんですかね。メンバーのみんなにツンデレって言われて、結構なんか割とみんなにお世話になってます。はい。そして INI をどんなグループにしていきたいかってことなんですけど、そうですね、まあ僕はやっぱりヒロムっていう名前なので、大きい夢って書いてヒロムって読むんですけど、いろんな人に夢を与えられるようなグループにしたいなって思ってます。はい。この番組は11月3日にデビューした僕たち INI メンバー11人が一人ずつ日替わりであなたとつながる番組です。はい。今回初めての一人でのラジオっていうことなんですけれども、僕結構ラジオとかを聞くことが多くて、ラジオ番組とかに出るのに憧れを持っていたので、すごいとても嬉しくてワクワクしています。ちょっと緊張してぎこちない部分があるかもしれないですけれども、皆さんよろしくお願いします。INI 11days voice、 この後も楽しんでね。はい。今流れたジングル聞いていただけましたか。せっかくの一人喋りの番組、様々な僕の声を皆さんにお届けしたいということで、いろんな声色のジャンルが入ったボックスから、決めて収録したジングルです。こちらにボックスがあるんですけれどもね。はい。僕はですね、まあオペラの声色ということで、そうですね面白かったですね。オペラの発声とか多分あんましないですからね。なんか良かったですか？わからないですけれども、まあそうですね、気になる方はもう一度聞いてみてください。それでは皆さんからいただいた質問に答えていきます。本当にたくさんのメッセージをいただいたとお聞きしました。本当に本当にありがとうございます。はい。それでは早速メッセージいきますね。新潟県ラジオネームペットショップ店員さん。あ、ペットショップ店員なんですか？一緒ですね。はい。ひろむくん、こんにちは。こんにちは。ツンデレなイメージのあるひろむくんですが、このメンバーにはつい素直に甘えちゃうというメンバーはいますか？そうですね。なんだろう。あ、でも最近だとやっぱりなんか結構リヒトとかはなんかすごいいろいろなんか連絡くれたりとか話しかけに来てくれたりとかして、結構なんか自分も話しやすいなって思うメンバーですね。あとは匠とかはなんかやっぱりいじりたくなっちゃいますね。なのでなんか結構ちょっかいとかは出したくなっちゃいますね。はい。そんな感じですかね。でも、なんですかね。やっぱり、気分屋さんってのもあって、結構、一方的なことが多いかなって思います。はい。こんなとこですかね。はい。ありがとうございます。それでは、いきますね。熊本県ラジオネーム、熊ももんがさん。熊本のももんがさんなんですね。はい。高塚ひろむくんに質問です。お母さんが作ってくれたご飯の中で何が一番好きですか？あとお誕生日にもらったプレゼントで何が一番嬉しかったですが、ひろむくんと同じ年の息子がいるので知りたいです。よろしくお願いします。おお、そうですね、僕は家で食べる料理だとハヤシライス好きですね。なんかなんて言うんですかね、甘い、ちょっと甘いのかな。なんか外で食べるハヤシライスとはうちのハヤシライスなんかちょっと違うなって思いますね。はい。
あとは、誕生日プレゼントですね。僕、今22歳なので、なんか、ちょっと高めのブランドの財布とか、大学1年生くらいの時にもらったんですけれども、すごい愛用してますね、今。はい。大人に一歩近づいたっていう年じゃないですか、22歳って。なので、喜んでもらえるといいですね。愛してます。いやー。ありがとうございました。続いて、東京都ラジオネーム、たまさん。多摩市に住んでるんですかね。猫ちゃんが多摩なんですかね。はい。高塚ひろむくんに質問です。私は高塚くんが書く文章のセンスが素敵だなぁと感じるのですが、ありがとうございます。そんな高塚くんが A の曲の中で好きな歌詞、フレーズがあったら教えてほしいです。はい、ということで、いやーありがとうございます。なんか、そう思っていただけてとても嬉しいです。曲の中で好きな歌詞ですね。そうですね。僕は、キリングパートの2番の、タジ君が歌ってるところ。褒めてと素敵な君は、どこを見ても100点満点さ、ってところが好きで、よく口ずさんだりしますね。あとは、ブライターの、僕が歌ってるラッサビ前の、奇跡を起こすからっていう歌詞があるんですけど、やっぱりあそこは、やっぱり自分で歌ってるっていうのもあってすごい気持ちが入るし、やっぱり僕たちオーディション番組で誕生したグループで、本当にここに今こうしていられるのが奇跡だなって感じることがすごいあるので、やっぱりあそこはいい歌詞だなって、あそこのパートを歌えてとても嬉しいなっていうのはすごい思いますね。はい。ありがとうございました。聞いていただいているのは INI のデビューシングル A に収録されている Brighter です。こちらの曲はですね、タイトル曲のロケッティアとはまた全然正反対の曲調で、結構そうですね、みんなの儚い声とかが際立つような一曲になってますね。あとやっぱり歌詞が素敵ですね。ちょっと落ち込んだ時とか、夜のしんみりとした時間とか、なんかそういった時に聴いていただけると心があったかくなるんじゃないかなって思います。そしてそろそろお別れのお時間です。いやー短かったですね。もうちょっと話したかったな。いやでもどうでしたかね、ちょっとギガ落ちなかったかもしれないんですけれども、いやでも本当にやっぱりラジオ番組っていいですね。僕やっぱラジオ好きです。もっともっとたくさんラジオ番組出たいなって思いますね。僕の声聞いて、いろんな人に聞いていただきたいなって思いますね。ということで、INI の高塚ひろむでした。バイバーイ。奇跡を起こすから。